はい、真田丸やっていきたいと思います。最低マンです。よろしくお願いします。上ラジオ防衛戦行きましょう。正幸が久しぶりに正幸が使えるんですね。じゃあ行きます。正幸と雪村のタッグですね。正幸ってどんな動きでしたっけ。ちょっとプレイヤー情報でアクション確認していきます。これ型ですか。何撃まで出る。 1,2,3,4,5,6,7,8 撃まで出ますね。これはかなり強いですよ。雪村のアクションは、雪村はまあそのままですね。じゃあ行きます。めっちゃ覚えられるんでちょっとつけていきましょうか。体力まいるな。無双増加とか入れておきましょうか。これでじゃあ行きます。でかい戦になるぞ。これはかなりでかい戦になりますね。これはこの動き懐かしいな。数日とか昨日一昨日の話なんですけども、だいぶ前のように思いますね。これ真田丸こうパート29まで来ましたか。3,4,5,6,7,8。おお、これね、誘い込まれましたよ。まずは城内に入り込んだ武将を討ち取る。こいつを討ち取る。あと炎属性をね、正幸付加しましたんで炎が出ます。今正幸に正幸なんで余裕ですよ。敵なしですね。チャージ5が強いんでしたね。チャージ6が投げ技で3,4。上か。じゃあ雪村にチェンジして倒します。雪村も新技を覚えました。空中に上げてから連続攻撃を叩き込むやつですね。あとこれ、これが強いですね。雪村も危ない。挟まれる。危ない。マリオだったら死んでましたね今のね。まあそういう冗談を挟みつつやっていきましょう。旗持ちいるな。旗持ち倒しとこうか。旗持ち倒したんで敵ぶっ倒れてんで神速で一気に狩ると、このパターンですね。まだいる敵。あの下のやつか。はいはい。ミッション、こいつらね。2,3,41。これ強いな。雪村はこれ逃げ切り止めるっていうのがコツなんですよね。ただ上まで上がらずに気分を、まあ挑発入れよう。挑発入れたことにより犠牲を出さないため城下町の敵兵を撃破せよと了解しました。徳川の兵に私を傷つけることなどできぬか。挑発してますね。強兵など構わずあいつを撃ち取れ。民が危ないのか。急げって出てるんで、ちょっと急ぎます。ちょっと待って、敵多いな。敵多い上にパワーアップエリアですね。厄介だな。逃げ切れ止めると。何を急げって言われてる俺は一体。侵入間近って言われてるのか。いや急いではいるんだが、こいつらね。ちょっと待って、侵入される前に行きます。じゃあ電気をオンにしで無双と、これで一気にやります。 OK ですね。まだ生き残りがいるか。この爽快なアクションがもうたまらないですね。無双は無駄死にをするな。道を開けろ。最高ですよこれ。ストレス解消になります。本当にストレスあんま溜まってないんですけどね僕。
溜まってないってこともないですけどね。この前なんか、まあ市場の話なんですけど、この前何もしてないのに警察に呼び止められてですね、でひどい目に遭いましたよ。それもね、もうこいつにぶつけてやりますよ、このいい直政に。自らを鼓舞？あ、じゃあナイキ自らを鼓舞ね。それをこいつにぶつけてやりますよ。あ、キャラ変えようか。あ、まあこっちでいいか。え、ナイキ防御力上昇ね。ナイキももう古いっすね。パート1から出てきてますもんね。よくやってくれた。てかナイキっていう読みでいいのか、果たして。どんだけだよ。3。申し訳ありません。ところで皆さんは、この動画見てくださっている方は戦国無双真田丸購入されましたでしょうか。購入を検討されているんでしょうか。正幸かよ。あれ、敵武将いないとこ行ったのか。うん、撃って出ます。とりあえず城下町の敵を勝たして、稲が打破してみせます。まあ、いつか言ったかわかんないですけど、自分のこと稲って言ってるのいいですね。現代だったらちょっとおかしいなやつですけどね、自分のことを名前で呼んでる女性。うん、ちょっとなんかなって思いますけど。挑発か。よし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 、稲姫が言ってくれましたね。村に索引せよってことなんで。稲姫でも勝手に走っててくれたな。敵多いな。なんかウェポンが増えたみたいですね。アクションが。電気入れて撃つか。オッケーオッケー。偽情報により、で撃破と。本丸落とす。本丸とかそんな段階じゃないでしょまだ。なんだ、何を言っちゃってんだあいつは。なんだ本丸落とすって。妊娠のことすごい言いやがった。ちょっと待って、半蔵がすごい怖いこと言ったんですけど、本丸落とす。半蔵どこだ。じゃあとりあえずこいつ倒します。ちょっと待って、半蔵がすごい気になるな。今だ、村に火を放ち敵に打撃を与える。お、団子ある。 OKOK、 村に火を与えて敵侵入させてわざと入らせたのはこのためですね。挑発入れてなかったら自分で稲を引っ張ってこないとダメだったんですね。正幸なんであんなとこにいるんだ。なんでここにいるの正幸。あ、半蔵がいるのか。本田平八出てきたな。2345、これが強いんですよ。意味深なこと言った半蔵を撃破しました。でキャラ変えて稲姫もついでに倒します。俺が行くか。本田忠勝を撃破せよね。俺が行くしかないでしょう。じゃあ俺っていうか雪村の方で行きますか。敵が弱いね。策が見事に決まってるんでしょうね。敵が弱いですよ。
半蔵の上田城侵入を阻止せよ。まあ、半蔵を倒したんで、もう阻止してます。てか、これ神 BGM ですね。例の。どっかのパートで流れたやつですね。これは熱い。ちょっと待て、こいつら敵多すぎるよ。とりあえずじゃあ正幸にチェンジして、私武将いるんで、その間に雪村がこっちに近づいてきてくれると思います。 CP があの最善の動きしてくれるんで、その間にで無双と。2人残ったか。痛い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 。2、3、4、レベルアップね。雪村も正幸も強いんで、すこぶるやりやすいですね。本田忠勝に雪村がどうやら向かっているようなんで、キャラチェンジします。本田忠勝に向かってますね。勝負いざ。うわ強え。待て、ひるまないこいつ。戦わず切ってひるまない。チャージじゃないとひるまないですね。どういうやつは連機入れて無双と。あー耐えるな。あんま効いてないな。さすが、さすが戦わず。だが炎の中戦えんでしょう、こいつといえど。決まり OK です。いや余裕でしたねこの2人。えらく強かったんで、難しい戦いだったと思うんですけど、ですね。これで終わりと思ってもらっては困る。わしの息子はもう一人おるのだ。信行ね。伏兵で、逃げる徳川を仕留めるということですね。熱い。いやいい戦いができましたね。なんか簡単だったの、正幸の策が見事に決まったおかげで、日没までに勝利も達成できたんじゃないですか。できましたね。OK です。信行がとにかく強いですね。信行というか、ま、真田一族、正幸、雪村、信行、真田一族がとにかく強い、強く作られてますこのゲーム。大軍を持って上田城に攻めかかった徳川軍であったが、真田正幸の策に翻弄され、雪村の部に打ち崩されると。己真田、実に厄介な相手よ。で、信行が襲いかかると。これは効く、逃がしはしないと家康殿の御首頂戴すると。で忠勝がなんかこういつもね指一本触れさせぬみたいなのやって、家康はいつも生き延びるみたいなんでしょ。まだ時間あるんでね、この戦いも行きますか。乗っ取って、徳川家康の撃破、九州戦でさらに追い打ちをかけてあげますよ。真田一族の強さ、見せつけるパートとなるでしょうね。いやまだまだいきます。真田幸村ね、真田幸村の肖像画というか実際の絵、絵っていうんですかね、あれは有名ですけど、信行の絵も残ってるんでしょうか。ちょっと見たことないんですけど。あとこれなんかあのね、僕結構昔の歴史の上の人物の雪村だったらあの顔ですね、家康だったらあの顔とかあるじゃないですか、信長だったらあの顔みたいな、あれで大体ね歴史上の人物誰か分かるんですよ。なんか分かるんですよ。普通になんか芸能人の顔を覚えるみたいな感じで覚えられるんですね。あれ浅井とかでも分かりますね。
体の跡取り。半蔵とかもわかりますよ。皆さんもどうでしょうか。まあわかりますかね。まあでもなんかクイズ番組とか親が好きで見ているんで、その歴史だけわかるんですよ。他全然わかんないんですけど、歴史だけ僕の方が詳しいみたいな。他はね全然なんですけどね、漢字とか旧様とか見てるんですけど、まあそんな話は置いといて、忠勝か。でも撤退する相手を叩くのは簡単ですよ。でも家康って撤退するの得意ですよね。いつもいつもなんか撤退してるようなイメージがあるんですが、半蔵か。まずはこいつを散らす。消えた。怪我さずに済んでよかった。たまに消えるなこいつ。1,2,3,4,5 5はないか。 1,2,3,4 か4。あ、まだ覚えてないのかな。まだ覚えてないみたいですね。連機入れて無双で倒します。頼んだぞ。一気に撃破と。ただ勝つとて万全の状態ではない。だがただ勝つであれば、ただ勝つであれば、まあ万全の状態の武将は向こうにはいないでしょうな。まあ大敗棄した後なんで、戦って本田忠勝ってあれらしいですよ。歴史上で一度も傷を負ったことがないっていうのは有名ですよね。一度も傷を負ったことがないらしいです。数々の戦場に立っているにもかかわらず、三方ヶ原でも傷を負わなかったらしいです。実際に OK ですね。あと本田忠勝って戦国無双1だと普通のただのモブキャラなんですよね。普通のモブキャラがなんかやたら強いみたいなんですよね。久々に戦国無双1やるとちょっと笑ってしまうんですよ、あれ見て。普通のモブキャラなんですね、忠勝が。なんか強いみたいなイベントは起こるんですけど、なんか強いやつだみたいな、信玄あたりがなんか言うんですけど、普通になんかキャラクターとかじゃないんですよ。たまにワンやってみるのも面白いですかもしれないですね。時系列的には三国無双2と3の間に出たやつですね。ワンはおそらく半蔵が退けられたか。急がねばなるまい。で、待て、これ逃げられたらまずいやつか。ちょっと急がないとまずいな、これ。ゆっくり悠長に、なんかクイズ番組の話してる時じゃないな。急がないとまずい。ちょっと急ぎます。これ結構急がないとやばいやつでした。急げ。連機溜まったんでこれで倒します。全員出てくるんですよね、家康の方の歴戦の武将が。ここ空いたんで行きます。まだ空いてないのか。ここも開くでしょ。このままでは終われない。ここも開くでしょ。 OK ですね。ちょっと馬を呼ぼう。馬で一気に行きます。これ多分家康逃がすと敗北。ああ、戦かすぎる。こいつだけは叩いておかないとダメですね。体力も十二分にあるんで、電気入れて嘘と。これ大
退却されると敗北でしょうね、当然。まだ戦って生きてるでしょ。ほとんど効いてないな、連機の無双が。結構やばい相手ですね、これ。一応ひるんでくれるのか、この戦いの戦数は。くのいちのコブね。待て、意欲高い。さすが、凄まじい攻撃力。ちょっとこれ死にかけましたね、さっき。危なかった。これでちょっと何もさせずにやるしかない。倒す。危なかった。ちょっと油断してました。毎回毎回戦わずに殺されかけてますね。かろうじてゲームオーバーにならずに来れてますが、いい直政を撃破ですよね。とりあえず戦わずは倒しました。そのうち拠点あたりで回復拾って体勢立て直しましょう。この辺あるでしょ、稲姫を撃破ですよね。ちょっと退却されるとまずいのか、急がないとダメだな。ちょっと急ぎます。ちょっとターゲッティング出てますけど急ぎます。いい直政か。これ逃げられるわけにいかんのだ。この戦い何気に難しいですね。23直政を診察して、この直政を診察できるのに戦わずにあんなに苦戦するっていうのは、やっぱ戦わず強く作られてますね。稲姫いるんですね。じゃあ無双で一気大ダメージですよ。でさらに無双で重ねると、よし、稲撃破したんで、家康を追います。ちょっと退却路まで行かれるんじゃないか、これ。ちょっと馬馬馬馬が来ないな。来た来た来た、行きます。ちょっと時間ないぞ、あれ。もう退却路間近でしょ。ちょっとまずい、急ぎます。急ぎ急ぎ急ぎ、ああ急ぎ急ぎ急ぎ、いたいたいた、間に合った。あ、くのいちが食い止めてたのか。危ない危ない、よかった。とりあえず撤退だけは回避しましたね。あとは倒せば終わりか。やはり家康はあれですね、イベントからして完全にラスボスのポジションですね。そういう感じのイベント会話でしたもんね、今のね。なんだこいつ、なんか絡んでくる。なんだこいつ、酒井。好きにはさせん。酒井をまずは片付けましょう。で、家康はそこからですね。ちょっと待て、家康行かれる。よしよしよし、危ない。ちょっと家康これ中入られると敗北じゃないですか、これ。ちょっと急がないとまずいですね。接近間近出てますからね。急ぐというか吹っ飛ばして入れてしまってもダメなんでしょ、これ。ちょっと待って、吹っ飛ばして入れちゃってもダメなんですね、これね。じゃあ反対側から行きます。
まずいまずいまずい。無双で。危ない危ない危ない。これで決まってくれれば。OK ですね。危な。横の鳥で退却地点だし、殺されかけるしで。ここ退却地点でしょ。危なかった。くのいちなかったら。敵にしちゃうんですね、それがまだ。よろしいんですか、ヌビーキ様。十分に叩いた。問題はあるの。よしよしよし。徳川家康という。まあでもここで首取っとかなかったのがね。今少し見極めたい。ここで首取っとかなかったのが真田の後々ね、聞いてくるわけですけど。いやー、徳川を徹底的に叩くというミッションだったんですけど、2回目の戦いは難しかったですね。悠長にクイズ番組の話とか歴史の話をしている場合ではなかったと。いや、苦しい戦いでございました。真田などに名をなさしめることになろうとは。面目次第もございません。もう全員倒しましたからね、言っても。半蔵も直政も伊奈も忠勝も。今度こそ名を最善を尽くし、戦はもはや続けられぬ。なんと、秀吉殿から横槍が入ったのよ。今秀吉殿とことを構えるのは得策ではないのでな。無念でございます。秀吉が死ぬのを待ってますね、家康は。それにしても真田やはり恐るべし。二人の息子もあっぱれな武者でござったな。特に兄の信行は良い兵の動かし方をする。自分の娘と結婚することになるんですよね、稲と。自由兼備といったところか。今回の戦国武将、稲姫あんまり喋らないですね。弟雪村の槍もまた格別。めっちゃ褒めてくれるこの人たち。手のものを潜り込ませて、サスケでしょ、潜り込ませてんの。めっちゃ褒めてくれたあの人たち。はい、と、いうことで、そろそろ時間も結構来たということで、一旦この辺で切ることになりますかね。徳川との戦いに参加できたのは帰還したことをきちんとお伝えしなければ、上田合戦が終了ということで、第、8章かな？第8章が終了しました。ということで、また次回、この続きからやっていこうと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。